いつもご視聴ありがとうございます。前回大好評だったアグレット公式からの無料スニーカープレゼント企画の第2弾がやってきますよ。今回もそのご案内動画となります。前回意外と間違えてしまっている方が多くて残念だったのと、大切な応募条件が1つ追加されていますので、ぜひ確認していってください。あと前回コメントしたはずなのになぜか反映されていなかったという方もいらっしゃるようで、もうこれは本当に残念としか言えないんですが、悲しすぎますよね。これ第1弾で大丈夫だった方もあんまり人事じゃないんですよ。今後もそういうことがないように、動画の後半では自分のコメントがちゃんと反映されているかどうかを確認する方法をご紹介していきます。さてこの企画はアグレットの公式 YouTube チャンネルにてメタキュリアスシーズン2の動画が公開されることを記念して、新規公開の動画にコメントした人全員にメタランスニーカーがプレゼントされるという24時間限定の企画となっています。第1回は6月11日に実施済みで、私もいただきました。めっちゃかっこいいですよねこの靴。どうやらもうプレゼントの発送は全て終わったらしいんですが、皆さん無事に届いたでしょうか。さあそして今回の第2弾はこちらです。メタランノーマッドスニーカーです。昨日の動画でねノーマッドって見たまま呼んじゃってましたが、多分これノーマッドですね。恥ずかしい。放浪者とか遊牧の民っていう意味のようです。メタバースの世界を放浪するものって感じですかね。ロマンありますよね。このメタランシリーズどうやら全部で8足あるようで、コレクションになっているんですよね。メタキュリアスシーズン2の動画が全部で8本予定されているんでしょうか。今後もマイエピソード見逃せないですね。では再度このスニーカープレゼントの応募条件を確認しておきましょう。いくつかの条件全部を満たさないといけないので、慌てんぼうさんも途中で慌ててコメントしに行かないように注意してくださいね。まずはアグレットの YouTube チャンネルを登録してください。この動画の概要欄にもリンクを載せておきます。常に動画のお知らせが欲しい方は通知もオンにしておきましょう。もちろんミンアグチャンネルの分もオンにしておきましょう。次に対象の動画はこれです。日本時間で6月18日土曜日朝7時公開です。公開時にお知らせが欲しい方はリマインダーの通知をオンにしておきましょう。公開されたら24時間以内にこちらのメタキュリアスシーズン2エピソード2の動画にコメントをしてください。前回のエピソード1と間違えないようにお気をつけくださいね。前回ここを間違えている方が多かったんですが、動画の公開前にフライングでコメントしても無効になってしまいます。コメントできる時間は24時間しっかりありますので、焦らずに動画の公開後にコメントしてください。期限は6月18日朝7時から翌朝の19日日曜日の朝7時になるまでですね。あとね、たまに間違える方がいらっしゃるんですが、この私の動画にコメントするんじゃないですよ。公式のメタキュリアスシーズン2エピソード2の動画にコメントをしてください。そしてコメントに自分のアグレットユーザー名を含めてコメントすることがプレゼントの応募条件になります。アグレットユーザー名はゲーム内プロフィール画面から見れるアットマーク以降の名前のことですね。そして今回コメントにアットマークを含めて書くことが必須条件に加わりました。前回もねアットマークつけた方がいいと思いますとはお伝えしていたんですが、今回は必ずつけてください。つけてないと機械的に集計できないんでしょうね。それから YouTube のアカウント名とアグレットのユーザー名が同じである必要はありません。コメントにアグレットのユーザー名を書けば OK です。大文字小文字の区別があるので間違えないようにしてください。それから注意していただきたいのはライブチャットの方にコメントしても無効ということです。プレミア公開されるのでチャットもできちゃうんですよね。この右側のところですね、公開前からも書き込めてしまうので、ここも前回間違えている方が本当に多かったポイントです。この欄に書いても無効になります。動画の下のコメント欄にコメントするようにしてください。もう一度まとめると、アグレット YouTube チャンネルの登録をして動画の公開後にコメント、この時コメントに自分のアグレットユーザー名をアットマークを含めて書く、
これだけです。シンプルですが、フライングしないこと、コメントする欄を間違えないこと、大文字小文字に注意すること、以上に気をつけて今回もバッチリプレゼントをゲットしてください。先ほどもお伝えしたように、このメタランシリーズは全部で8足のコレクションになっています。おそらく今後のエピソードでも同じようにプレゼント企画が行われるんだと思います。今回で応募方式、例えばアットマーク含めるとかですね、この形式は固まったと思うので、応募方法のご案内動画も一旦今回で終わりかなと思います。今後プレゼント企画がまた来たよという場合には、ミンアグのツイッターで公式ツイートをリツイートする形でお知らせしていきますので、ぜひミンアグのツイッターフォローもよろしくお願いいたします。さて後半です。あと気になるのは、自分のコメントがちゃんと反映されているかどうかですよね。これはね、 YouTube の不具合なのかな、確実にコメントしたはずなのに反映されていないとか消えてしまっているってことが実際たまにあるんですよ。こうなってしまうとチャンネルの運営者側からも検知のしようがないんですよね。原因もよくわからないので、コメント後にそれがちゃんと反映されているかどうかを確認することで対策を取っていきましょう。あとそれとは別に、明らかにコメント内容に原因がある場合もあります。絵文字を連続でたくさんつけたり、あまりないとは思いますが、どこかのサイトや動画のリンクを貼ったりするとスパムコメントとみなされて YouTube 側で保留されることがあります。迷惑フォルダみたいなところに入れられちゃうんですよね。そうなるとおそらく今回のプレゼント企画からも漏れてしまうんじゃないかなと思います。特に日本の私たちが気をつけた方がいいのは、記号とか特殊文字をたくさん使った可愛い絵文字なんか、しめじとかですね、あれもスパムと間違われやすいです。あと笑いっていう意味で W をつけることはあると思うんですけれども、これもね、大笑いで例えば3つ W つけちゃうと WWW でしょ、これがサイトのリンクだとみなされちゃうことがあるんですよね。自分からは見えていても運営側に届いていない、気づいてもらえていないという可能性がありますので、こういったコメントはしないようにしましょう。では実際に自分のコメントが反映されているかの確認方法です。PC ブラウザ版でご説明します。スマホの場合は一度ブラウザから YouTube を開いて、デスクトップ用ウェブサイトを表示してください。そこからログインして以下同じ手順となります。まず自分がコメントしたアカウントでログインしているかを確認してください。左側のメニューから履歴をクリック。動画の再生履歴が出てきますが、右側のメニューにコメントというところがあるので、ここをクリックしてください。このように自分がコメントした一覧が出てきますので、今回の応募コメントが反映されているかを確認してください。ここに履歴が残っていればひとまず安心なはずです。ただしこの履歴画面に反映されるまでに多少時間がかかることもあるでしょうから、あまりに急いで確認してないってなって、またコメントしてを繰り返しているとそれこそスパムのような動きになってしまいます。ブロックされてしまったりすると元も子もありませんので、落ち着いて時間を置いて試してみましょう。どうしても心配な方は最後の問い合わせ手段としてコメントした画面をスクショしておくといいかもしれません。コメントできる時間は24時間たっぷりありますので、反映の確認もバッチリ対策をして、残るメタランスニーカーもゲットしていきましょう。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。メタラン来た、アグコも履いてみようか。靴下白の方が似合うかな。これアグコの姿横からも見れたらいいのにな。